今週の輝きさん。今週の輝きさんは、日々西宮の魅力を発信し続ける岡本純子さん。そしてリポーターは、おはようございます、兵庫県広報専門員の清水直美です。何見てるかって、今西宮スタイルというサイトを見てるんです。こちら西宮市に特化したサイトなんですが、情報量がまあすごいんです。で、今回の輝きさんはこの西宮スタイルを運営していらっしゃる岡本さんという方で、ここ阪神甲子園駅で待ち合わせをしているんですが、あの方かな。おはようございます。岡本さんですか。はい、岡本です。おはようございます。おはようございま す。カメラ片手に。いや、実はですね、ここがすごく変わってきてるんです、はい、ゲートがあれ新しくできてるんですよね。はい、立派ですね、はい、でここがですね、タイガースロードという形で、整備されていく、ちょうどその途中なんです。昔は猿川の土手が少しここにあったんですが、それがなくなったのが少し寂しい。こうしてどんどん変わっていくんだなというふうに思ってます。すごい情報通じゃないですか。岡本さん13年西宮だけを追いかけてますので、いつもこのスタイルで、こんな感じでカメラ片手に、カメラ片手に、はい、ちょっともう本当にボロボロですけど、まあ、メモ帳を持って、でその私 その知れば知るほど行ってみたくなるっていう気持ちを、一人でも多くの方に、知っていただきたいなっていうのが、この西宮スタイルっていうウェブサイトなのかなっていうふうに思ってます。西宮スタイルは街のさまざまな話題やニュース、イベントをはじめ、子育てママさんたちを応援するページなど、岡本さん自らが生活者の目線で取材した数多くの情報を発信しています。現在69歳の岡本さん、大阪市で生まれ24歳で結婚、夫の転勤で海外生活を経験した後、西宮で暮らすようになり、 PTA や地域活動に10年ほど携わったそうです。岡本さんはどういうお立場で取材をしてるんですか。はい、今から、14年前に、西宮スタイル、こういうポータルサイトを立ち上げるっていう時に、プロポーザルに手を挙げたいということで、有限会社を立てているものから声をかかって手伝ってくれないということで、その会社が運営することに決まり、サイトは2007年にスタート。岡本さんの取材生活が始まりました。さて、2人がやってきたのはららぽーと甲子園。こちらには西宮市情報発信スペースクリエイト西宮があります。うわ、いろんなチラシや本とかいっぱいですね。はい、中央クリエイト西宮の情報を発信している場所ということになっております。はい、こちらは岡本さんの職場、商業施設の中で西宮の情報を発信したいなという、西宮市さんがここのスペースを持ってらっしゃる。はい、で私たち西宮スタイルが、バックヤードでお仕事をさせていただきながら、ここのオープンスペースの、お世話もさせていただいているという形になります。こちらは何人で運営されてるんですか。はい、もう少数制なので、私と、木下が、2人が中心になって、はいはい、木下さん回しております。はいはい、あ、こんにちは。木下さんは14年前に岡本さんを誘った、まさにその人です。どういう役割ですか。そうですね、私が、取材して外に飛び回る、木下は、中で、編集作業であったり、難しいパソコンの、いろいろ自分の暮らしている町の情報が欲しくって、こういうサイトを作りたかったんですね。でそれをするにはやっぱ外に出ていろんなことを集めてきて、人と会ってもらう人が必要。でその時にも岡本さん、私の手柄っていうのは岡本さんを見つけたこともうこれだと今も思ってるんですけど岡本さんたちの活動は単に町の情報を発信するだけではありません。2012年に開催した西宮市出身の作家谷川流瑠さんの小説鈴宮春日シリーズの聖地巡礼イベントでは1万人を動員。さらに地元のクリエイターとコラボして
西宮に特化したお土産の開発も行ってきました。さあ岡本さん、はい、今からどちらに？はい、このお近くでですね、介護施設に勤めている女性が週に一度なんですけど、はい、ご自分のお住まいを開放して集い場をされてるっていうところがあるんですよ。はい、はい、子どもたちから高齢者まで地域団らんの場として自宅を開放している集い場、岡本さんの取材が始まります。あ、こんな風になってるんですね。はい、本当にもうお家って感じ。はい、普段のリビングが、あ、そうです、そうです、はい、普段のリビングが週に1回集い場に変身するという。あ、そうです。変身もしてないんですけど、変身もしてない、このまんま。はい、あの、はい、写真撮らせてもらってもいいですか？ あまりお顔を映らないようにしますけど。デイサービスとまた違ってね、デイは本人だけが行きますけど、はい、ここは夫婦家族で来れますのでね。そうか、それが大きな違いなんです。大きいですよ。今日は珍しい。しっかり写真撮影もしてでもこう本当自然にお話をされているという感じですね。和やかに。ご家族の理解がないとなかなかできない。もうすごい本当に子供たち、あの子供たちと旦那さんはすごい協力してくれてます。そうですか。すごい応援者です。あ、はい、そうなんや。どれぐらいで発行してはるの？毎月1回。あ、大変や。取材では相手が笑顔になる話題を見つけることから始めるという岡本さん、そこからその人が伝えたい思いを聞き出していくそうです。取材受けてるいう感じありました？いや全然なかったです、うん、今の方が緊張しちゃいます西宮スタイルの取材でしたけど、はい、いっぱい多くの人に知ってもらえるのですごく楽しみです。岡本さん、息つく暇もなく、はい、さあ次は2軒目どちらでしょうか？はい、今度はですね、おうちカフェでクスクスさんっていう、はいはい、おうちカフェなんです。岡本さんが13年前から取材を続け、去年リニューアルオープンしたお店です。早速人気メニューの自家製アーモンドトーストの撮影から。お店を営むご夫婦に岡本さんの印象についてお聞きしました。もう建て替えの時もなんかいろいろどうしたらいいの、こうしたらいいのってお電話入れて助けていただきました、いろんな人を知ってるからですか？そうです、そうです。人間性とお人柄っていうか、そういうところがあるので、頼りになる存在ですかね、うん、オーナー夫妻の娘さんの提案で作られた個室で食事をしているお客さんにも突撃取材。子供さんが一緒にこう集まれる場所っていうのは、こういうふうな個室っていうのは少ないのね。近くにはないよね、うん、確かに、うん、気使わなくていいっていうのがいいのかな。ちっちゃい子を連れてきやすいね。さらにその個室を提案した娘さんにも取材します。やっぱし若いママさんの年代やから分かることっていうのがいっぱいあるんですよ。私も子供さんにいるんですけど、うん、やっぱそういう場所が他にはなくて、ね、やっぱしママとして分かる。そうですね、もう個室だけはってずっと思ってたの で、ね、本当に西宮スタイルでやっぱり知ったっていうお客さんとかもいらっしゃるんですか？そうですね、はい、結構いらっしゃいます。ありがとうございます。それは嬉しいですよね。嬉しいですね、うん、そうですか。こうして取材したことを編集室に戻って、早い時は数時間で記事としてまとめ、西宮スタイルのサイトで公開します。私たちは西宮に住んでる人が西宮をもっと好きになってもらう、もっと、知ってもらう、西宮市民のためのツールやというふうに思ってます。これからの岡本さんの目標とかありますか？でこれからどん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 まだまだ西宮も変わっていくんですよね、なので、新しいそういう情報をやっぱし、アンテナを張り続けて、はい、で今まで以上に、西宮の、皆さんに知っていただけるような情報を集めて発信していきたいなと思っています。はい、日々取材に発信にと奔走していらっしゃる岡本さんの原動力は間違いなく西宮と西宮の人への愛なんだなと感じました。岡本純子さん、確か
かに輝いていました。